皆さんこんにちは。元楽天イーグルスの山村博樹です。ただいま本当に世界的にですね、コロナウイルスというところに敵と戦っていますけども、それに負けず、皆さん、毎日明るく頑張っていきましょう。今日はですね、僕は現役時代にですね、トレーニングしてました肩甲骨と肩、そのね、実際にトレーニングをですね、やって皆さんにご紹介したいと思います。それとですね、本日は特別にですね、私が現役の時にイーグルスで一緒にやってた、トレーナーの方も一緒にやってくれます。永井さんです、どうぞ。皆さんこんにちは。永井です。もともと楽天イーグルスですね、山村さんと一緒に、私はトレーナーという立場で山村さんの方をサポートさせていただいてました。今は開智、のですね、西畑というところにある T マークというトレーニングジムと接骨院があるところのお店を経営しております。はい、今日は肩甲骨のトレーニングを2人でいろいろ私も解説を入れながらやっていきます。はい、そうですね、はい、実際にやってみます。肩こり、はい、そういうものがいいですよね。はい、そうですね、本当に肩こりだとか肩甲骨周りの動きがしっかりと出てくるので、アスリートの方も、一般の方も含めて皆さんいいトレーニングになると思いますので、ぜひ試してみてください。はい、じゃあではやってみましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。それでは実際に、ね、やってみたいと思います。今日は、ね、6種類、肩甲骨のエクササイズをやってみたいと思います。まずはですね、最初に I、 この角度ですね。次が Y、 この角度ですね。次が T、 この角度ですね。で次が A ですね、下です。で次が W です。で最後に頭の後ろに、手を丸めてここでやります。この6種類をですね、永井さんの解説付きでやってみたいと思います。はい、じゃあ実際にやってみましょう。はい、じゃあ最初1種目目ですね、おでこをついていただいてスタートをします。手を前に置いて、そこから手を上に上げていきます。はい、これを10回やっていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。あ、じゃあ次は Y の字を作ります。で今度は肩甲骨をですね、斜め下に、下げていくようなイメージで上げていきましょう。はい、ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。あ、じゃあ今度は T の字を作りますね。はい、T の字を作ってもらって、肩甲骨を内側に締めるイメージで手を上げていきます。できるだけ手をしっかりと上げていきましょうね。はい、じゃあやっていきます。はい、いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、じゃあ今度は A ですね。でこれも肩甲骨を内側にぐっと畳んでいくようなイメージで手をしっかりと上げてやってみましょう。はい、ではいきます。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、じゃあ今度は W です。はい、これも一緒です。肘の角度を90度にして、そこから肩甲骨を締めていきます。はい、行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、じゃあ最後1種目ですね、このポジションをゼロポジションという名前がついています。ゼロポジションというポジションがついています。はい、ここで肩甲骨を内側にギュッと締めていきます。はい、ではやってみましょう。はい、いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。では以上の6種目になりますね。いや、これはですね、本当にこの肩の周りですね、特にこの後ろ、
ここは非常にこう少し熱くなりながらやるので血流がすごい良くなりますし、今ね、私高校の野球部見てますけども、野球部の生徒も実際実践してます。ですから皆さん、まあ水道の方、特に野球やってるね子供たちも、まあおじいちゃんおばあちゃん大人の方もですね、ぜひ肩こりがあるなっていう、今ねみんなスマホやったりとか非常に高性寝言になってますからね、しっかりやって、まあとにかくね背筋をよく、できるようにやってみましょう。頑張りましょう、はい、ありがとうございます。